今まで何人の男性の方とお付き合いをしてきましたか？あと、経験人数を教えてください。いやー、恥ずかしいな。実は、お付き合いした人数は、学生の時は多くって、学生の時ってちょっと無駄に何人と付き合ったかとか、付き合った人数勝負しようとかってやったことありません？それで、私はもう本当に負けず嫌いなので、負けたくなくて、もう告白されたらほぼ OK。だからもう本当に何でも OK してたので、気づけば、60人以上とかいっちゃう。何またかけたとかも本当に地味に、自慢できることじゃないんですけど、本当に恥ずかしい話なんですけれども、ありましたね。何またかけた。もう最高7またですね。世の中の全男性の皆さん、本当に謝ります。すいませんでした。で、経験人数。そう、経験人数は本当に付き合ってる人数の割に本当に少なくて、絶対嘘でしょって言われるんですけど、20人くらいなんじゃないかなっていうふうに思います。本当だよ。道端を歩いていると、ベル DVD が複数落ちていました。その DVD はそれぞれ何というタイトルでしたか？ 3 つほど教えてください。センス悪くても大丈夫ですか？桃割美人。桃割美人。2。あなたは見た。大根を穴に挿入して、よがり来る人妻の本性。ね。やばい、やばいかな。放送事故にならないレベルですかね。じゃあ、3。タイトル。アナと栗の女王。どうですか？センスがない回答で申し訳ございません。すいませんでした。はい、というわけで女子部屋でした。ゆらとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。質問もお待ちしてますね。